皆さん、こんにちは。えー、ゴールド TV です、えー。今週もよろしくお願いいたします。えー、今回はですね、えー、金と、えー、それから小麦、穀物そばが今、全面高になってますので、この辺のあたりのことについて触れていきたいというふうに思っています。第一部はまず金からですね。よろしくお願いします。えー、っと、金の情勢ですけれども、うん、ちょっとね、足元、 テクニカルな要因もありますし、あとこの利上げ問題もあって、えー、下げに転じるリスクがちょっと高いかなというふうなことがありまして、その辺のところから、えー、金のそば、見ていきたいというふうに思ってます。よろしくお願いいたします。えー、最初にですね、えー、金の値動きですね、えー、グラフ、見ていただいているグラフは、2億金、えー、ドル建て、トロイオンスあたりのドル建て金の価格なんですけれども。 まあ、ご承知のとおり、えー、今年3月の頭に2000飛び68ドルまで上げたんですけれども、これがピークで、ここから3月相場に転じているというふうな状況ですね。えー、短期的な状況もあるんですけれども、この東、まあも、さすると、このヘッドショルダー,、えー、一番トップがあって、この両肩、2つですね、2つの肩。 えー、ヘッドショルダーから、まあ、テクニカル的に下げていく可能性があるかなというふうな状況で、えー、少しね、えー、難聴な展開が予想されるというふうな状況になっています。また次のグラフが週刊誌なんですけれども、こちらのグラフ見てもお分かりのとおり今年、昨年、 8月2000トビ89ドルまで上げて、今年3月、今見ていただいたグラフでのトップ。それは2000トビ78ドルなんですけれども、この2つの高値によってダブルトップが形成されてしまったかなというふうなこともありまして、ここから金のそば、下げ相場に転じる可能性があるというふうな状況ですね。はい、ただ、本格的な下げになっていくのか、あるいは、 まあ、えー、さらにこの高値を抜いて、えー、上昇トレンド本来の上昇トレンドに戻っていくのかまあ、ちょっとね微妙だということなんですけれども長期的なトレンドではやはりまだ上げ相場が続いているのかなというふうな感じがします、えー、足元はね今週刊誌で見ていただいた通りダブルトップをつけたんですけれども 2011年の高値1923ドル、これを抜いた状況ですので、基本的なトレンドというのは、まあ、アップトレンドが続いているのかなというふうな感じがします。ですから、長期投資、例えば積み立てをするとかですね、現物のスポット買いをするというふうな投資の方法にとっては、 これからまあ予想されるだろう下落、相場の下落の場面は再びまあ買いチャンスが訪れるのかなというふうな感じもします。これね、まあ、長期グラフで見て分かりの千九り、1999年8月、253ドル、こんなに安いときもあったんですよね。それが今、2000八十九89ドル、まあ、単純に8倍強の上昇になっているということですね。これ、円建ての金の価格も一緒ですね。 はい、一時期はね、えーまあ、これ、トロノス建てですけれども、日本の、ね、金というのは、まあまあ、当たり前ですけれども、えー、グラム建て、まあ、あるいはキログラム建てなんですけれども、今、7000円もする金の価格ですけれども、一時期はね、1000円以下、グラム1000円以下の時代もありましたからね、えー、どれだけ、まあ、初期的には金の投資、向いてるのかなというふうな感じがします。でこれから急落するというふうふな意味 投資をまあ、冒頭で申し上げたんですけれども、まあ、一番最大の理由は、このアメリカの金融政策の勝ち取りが、えー、これまでのゼロ金利政策を解除して、まあ、利上げ方,方針にえ切り替えたということですね。まあ、これは予想された通りなんですけれども、まあ、量的緩和が終わってですね、えー、えー今回、今月、今月、まあ、今4月に入りましたから、先月ですね、3月中旬に開いた FMC、えー、では、 0.25ポイントを引き上げたということですね。出る金利から今度は0.25から0.5落としたということですね。で、これから利上げの速度が、うん、加速するんであろうというふうな見通しがあって、それに引き続き、まあ、金融事情っていうのは、まあ、あ国債だったり、そういったものに向かう確率が高いので、金とかの 優、まあ、物資産に関しては、投資的には、まあ、あマイナスの要因になってきますのでね、えー、金は下げ,る下げてしまうのではないかというふうな予想がにつながるということです。でこれが、これからのじゃあ,あ、金利見通しどうなるのということなんですけれども。 まあこれグラフ見ていただいたとおりですね、今年し2022年の利上げ、今回ね、0.25ということなんですけれども、えー、今年、えー、政策金利見通しですけれども、今年1.875まで上げましたね、前回0.875でしたから、1.0ポイントも上昇、上方修正されたということですね。 1.0ですけれども、1回あたり0.25の利上げというふうなことを考えますと、まあ、4回分まあ上乗せされたということです。で前回は、ねえー、1.875ですから3回ということですけれども、まあ、今回1.0ポイント情報修正なので、プラス4回分がまあ加算されますので、えー、今年し7回分1.75%にな,るなりそうだと。 いうふうな状況が今の金融政策に対する見通しですね。ですから、あと今年のヘオムシーはです、ね、6回予定されてるんですけども、す、ま、べ、あ、ての金融政策で利上げせざるを得ないというふうなことにもつながってきますね。6回でも足りないので、どっかでまあさらに0.25上乗せされて、0.5のまあ利上げする回もあるのかなというふうなことが予想されます。 でこれ次がですね今のこの FMC の対する、まあ、あ出席者の見通しなんですけれども、このシティ、外部の見通しはどう,どうなのかっていうことなんですけれども、近くね、ね今回の3月の FMC の開催後に、シティが見通しを公にしたんですけれども、まあ、それによりますと、さ、う、ら、ん、にね、えーまあ、2.8どころじゃないよと。 3.5から3.75まで引き上げるのではないかというふうな見通しを示しています。となるとね、えー、毎回毎回0.25ずつではなくて、1回あたり、えー、0.25の2倍、ですから0.5ポイントの引き上げになる可能性もありますし、このね最後の分にもありますけど、1回で0.75、これ3回分ですね、の引き上げもあり得るんではないかというふうな見通しを示しています。 このように FMC o、FRB が急速に政策金利を引き上げざるを得ない状況に立たされている、この原因はやはり物価高、インフレが加速しているということがありますね、このインフレに対応するために、急いで利上げをせざるを得ないというのが、今の FRB に置かれた立場ということが言えるかなというふうに思います。実際このの消費者物価指数を示すアメリカ CPI これね、えー、直近の3月では8%近くまで上がってきましたので、もう見る見るうちに2020年5月ですから、今からまあ2年弱の前はほとんどゼロでしたけども、まあほとえー、物価ゼロ、上昇人率がゼロ、これからどん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 ね、引き上がって昨年の10月、11月ぐらいからもう急速に加速的にこの物価高が、あ まあ、急激に進んでいるということですね。で、今年前後、今年前後というか、昨年の12月とか今年あ、昨年の11月、12月ぐらいの f ビーの見解では、このインフレアというのは一時的なものであって、えー、こんな長期的に上がっていくものではない。この辺から、まあ、横ばいあるいは少しずつね、また下がっていくのではないかというような見解でしたがでも、その予想に反して、 うん、見る見るうちに7%とか、えー、7.5とかもう今ね8%近くまで、えー、CPI、えー、が上昇しているということで。 さもするとね、これ2桁まで上がってしまう。要するに2桁インフレの可能性もあるということで、非常にね、まあ、アメリカが一,一番こう、顕著ですけども、世界的にもこのインフレが警戒される情勢,情勢になっているということです。このね、えっ、ー、と、アメリカの CPI、物価指数、これと金相場、かなりね、やっぱりリンクする確率が高いので、まあ、非常に警戒しなきゃいけないかなというふうに思いますね。えー、第二次オイルショック、うとか、 あロシアのアフガン侵攻があった1979年当時、やはりこの CPI 非常に、あのー、上昇してですね、2桁になったんですけども、この時もね、金相場、インフレとともに値上,上がりしましたし、今これからまさにこの CPI が上がるとともに金相場もこれから鋭角に上昇する可能性があるのかなというふうなことが予想されます。はい、で今申し上げたインフレ、 単なる、ね、インフレだけでしたらいいんですけども、特に一番気をつけなくてはならないのが日本ですね、えー、物価は上昇するわ、しかしその一方で、我々の地に労働賃金は上がらない、えーでえー、景気が悪い、まあ、いわゆるスタグフレーションというような状態に突入してしまう可能性があります。特に今、えー、原油が 高止まりしてますので、ガソリン高はもちろんなんですけども、ガソリンに関わる、バスケに関わる様々な製品、これも全て値上がりしますし、輸送コストも値上がりしてますので、まあ、そういったいうようなことで、インフレとともに日本の景気経済が低迷している状況が続くというふうなことを考えますと、スタグフレーションという最悪の、ね、時代に陥る可能性もあるということです。まあ、それとここに書いてありますけれども、まあ、単なるインフレだけではなくて、スーパーインフレ、 2、えー、桁のインフレに、えー、時代に突入してしまう可能性もあるということで、この辺んも、ねえー、非常に警戒しなくてはならないのかなというふうなことが言えるかなというふうに思いますね。で、このインフレが進むとね、やっぱり景気経済は、まあ、あ押されますので、JP、えー、モロガンとかは、えー、経済、えー、成長、GPI を下方修正したりしてますね、まあ。この辺結構ね、やっぱり気をつけなきゃいけないかなというふうに思いますね。 まあこのインフレですけども、まあ、あ今、声高に言われているのは原油高ですけれども、それ以外、穀物がもうめちゃくちゃ今、上がってるんですね、これ見ていただけると分かるんですけど、これ、シカゴの小麦,小,麦相場小麦相場ですね、えー、2008年の高値を今抜いて、えー、13ドル63セントまで値上がりしています。 これはもうグラフ見てお分かりの通り、これ、過去最高値を更新したという状況です。で小麦はですね、ロシアが非常に生産大国ですし、まあ、輸出は世界最大。 まあ後,後半で <laughs> 小麦のこと、これ、詳しく触れていきますけども、ウクライナもね、えー、世界の穀倉地帯と言われるふうのう国ですので、この2カ国が戦争を行ったということは、小麦がこれから、えー、供給が途絶えてしまう可能性もあるということで、この辺がね非常にシビアな状況になってます。えー、小麦だけではありません、えー、原油高に伴ってガソリンも、ね、値上がりしますね。 ガ,ガソリンも2008年が最高値、これアメリカのガソリンですけれども、えー、2008年7月の高値、これを抜きました。でガ,ガロンあたり4ドル近くまで、ね、今上がっている状況ですね、はい。あとアルミニウム、これもあのいわゆるベースメタルですけれども、これ、アルミ一応代表的なところなんで。 もう完全に、ねこれえー、2008年の高値を上乗いてこちらも史上最高値更新という状況なんですけどもアルミだけじゃないんですね、えー、銅、亜鉛、鉛鉄、こういった一連の、まあ、鉱物鉱物層は全,全面高ですね、えー、原因は高いガソリンも高いでこういったアルミニウムも高いで先ほど申し上げた 小麦も高いで。大豆相場もね、こちらの方も、まあ、2008年の高値を抜いて過去最高値を更新という状況で、大豆も高い。あとトウモロコシもね、えー、まだ市場最高値は更新はしてませんけども、えー、高値近くまで上がってきているという状況です。で、企業含めたレアメタル、まあえー、プレッシャースメタルといいますけども、まあ、そういうこともお銘柄も全面高。で、パラジウムはこれ、グラフ見てお分かりの通り、急激な値上がりですね。 この背景には、まあ、やはり、え需、ー、給が逼迫してる。マーケットが小さな市場ほど需給逼迫が如実に価格の上昇に現れてるということで、このほか、例えばイリジウムであったり、そういったのレアメタルも全面高になっているという状況になってます。ということで、金の、まあ、あ見通しとお話はここまでなんですけども、最後にちょっとおまけというかですね、金、えー、の ETF 市場を見ていきたいというふうに思います。はい。 でこのグラフの棒グラフの方が金の ETF の保有残高で、この黒い折れ線が金の価格ですね。えー、ずっとね、一時期、うんと昨年末まで金の ETF 市場、えー、減少傾向が続いていたんですけども、今年に入って再び、ね、こう増えている状況ですね。まあ、この金の ETF をなぜ見なきゃいけないのかというと、このトレンドがね、 非常にこう似てるんですねはいまああの掃除してもいいかなっていうぐらいあの金の ETF 市場と金の価格あのリンクしてますので、えー、このね ETF がまた増えてきてるってことは金の値段もこれから上がるのかなと予測が成り立つも成り立ちますのでまあ、ご参考までにということです。ただ短期的には先ほど見ていただきましたけれども週足、えー、でまあダブルトップをつけたとかですね、えー、FMC の 金融政策、これが利上げに向かっているということもあって、ちょっと、まあ、あまり強気しにくいということが言えるかなというふうに思います。ということで、第1部は金について、えー、触れてみました。第2部は小麦についてちょっとね、見ていきたいというふうに思っています。えー、第2部の方もぜひご覧いただければというふうに思います。では、今回はここまでです。失礼いたします。